おお、いい景色だな。ということで、屋久島の高平というところにですね、いるんですけども、ちょっと周りを走ってみたいと思います。ここはもう走るって言ってもですね、かなり山道なので、走るというか、歩くというか、ジョギングするとかそういう感じになると思うんですが、見てください、これ。よいしょ。随分ね、残ってましたね。これも、開けてるな。うわ、海が見えますね。本当に屋久島の中で、こういう形で、里山的な、そういうとこですね。よいしょ、3枚どけない。よいしょ。山がね、すごいですね。ここ、目の神様さんって書いてあるんですよ。目の神様さんをずっと行ってみます。ずいぶん綺麗な、植物が生えてます。これはね、すごいなんか、なんていうんですか、非常にワイルドな自然と、そして人の生活と、それが混ざった、なんというような、雰囲気の場所になっています。そしてですね、ここに行くと、よいしょ、わあ、これすごいね。この植物は何なんだ、すごい。この植物は何なんでしょうか。すごいですね。よいしょ。わあ、屋久島はね、とにかく天気がどん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 変わるんですよね。このダイナミックな空、このダイナミックな空が屋久島ですね。よいしょ、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 お、これは何かな。目の神様祭り、旧暦6月4日に行われます。目の神様の起源は不明ですが、祠の横にある木のくぼみに溜まっている水で傷ついた目を洗ったら治ったと言われ、目を患った人が島内各地から訪れたとされていると。今もなお訪れる人が多いと。祭りは神前で行い、雨の場合は公民館で行います。焼酎、米、魚、野菜、菓子などを備え、祭事は午後4時頃から始まります。区長が祭司となり、各役員、各グループの代表者等が玉串を捧げます。祭りには大人から子供まで、区民の大部分の人が参加し、参加者はおみきを祭り、子供たちはお菓子とジュースをもらいます。大人は酒を飲み交わしながら親睦を深めます。目の神様の祠、ちょっと行ってみたいと思います。あ、ここが目の神様の祠なんだな。目の神様のほくらです、目の神様のほくらです。ありがたいことです。目の神様のほくらからこっちに置いていくと、
だけダメのかしら、神様線の入り口がここにあったんですね。よいしょ。山がすごいな。世界遺産の山だ。ということで本当ね、素晴らしい景色ですね。屋久島の本当に、奥の方に来てる感じがします。ちょっと本当に緑奥深いところにありますね。ここはそれにしてもこの緑の濃さってのはすごいな。ということで高平目の神様線のところに戻ってまいりました。このように緑ですよ。屋久島だ。ということで屋久島高平の、の道をですねちょっと走ってみました。本当にねすごい緑のこの黄砂、なんかもう感動ですね。そしてこの雲、この命の密度ですよ。もう空気の中に満ち溢れてるよ。こんな旅はないね。これで力もらうね。また屋久島走りたい、そういう思いが、まあ、より強くなりますね。ということで屋久島旅ランでした。高平はすごいぞ、いいぞ。